はい、こんにちは。今回はマルシン工業のモデルガンモーゼル M712 ABS バージョンの方をご紹介したいと思います。はい、でこれ実は発火済みの個体でしてね、というよりも発火済みというよりももう最近散々発火した個体でね、まあ、簡単に言っちゃうとね、なかなか綺麗にね、1マガジン打てないもんですからね、ああでもないこうでもないいじってね、もう何度も何度も分解されかなりね細部がね、劣化してるかもしれません。でこれとは別にね、まずキットのモデルとあと完成品でね箱に入ったまんまのやつがね、まだあると思うんで、それもまあ出てきたらそのうちお見せしたいなと思います。で今回はこのね、樹脂製のブローバックではね、もう唯一のこのねモーゼルと同じく金属製でねブローバックということでね、この同じマルシンのね、2丁をね、少し比べていきたいなと思います。風邪ひいたかな。でこいつを発火するにあたってはね、比較用にこういうね、中古入手した方もね試すがいつね発火させていろいろと調整したんですけどね、なかなかうまくいかないですね。どうしてもねセミオートで打つとね2発ババッと出ちゃったりとかね、そういうのでね、まあ、そのまんまでね動画出してもいいんですけれどもね、ちょっとねもうちょっとかっこよくなってからなんて思ってます。まあ、ただ正直今のところね他のモデルで遊んじゃってるんで放置ですね、ほぼね。じゃ今日はね火薬も使わなきゃ BB 弾も使わないんで乾杯させてもらいます。これ木繰りにしてウェイト抜いてあるんでかなり軽いんですよ。で ABS ですからね、 530g ぐらいですね。もうね、こうね、ワイルドセブンのねテルごっこをするにはね最高の軽さですね。でこちらはねさすがに金属モデルなんでね、ドシャッと 1.1 キロと、まあ、倍以上ありますぜということですね。こういうね同型のモデルをね、樹脂とね金属両方出しているっていうところでね、ほんとねマルシンさんにはありがたい限りですね。ディティールをね、見てください。どうでしょう、まずね全く同じものだと思うんですけれどもね、こっち側をこうするとこんな感じですね。まあもちろんね不安の方でね、両方持たれてるという方は多いと思うんですけれどもね、このモデルにはここのプルーフマークはないですね。世代によってなのかな、それとも全然ないものはないのかなね。あとバレルの下のマルシンのマークも刻印もないですね。はい、あとは違うところというとバレルの上はこれはいいのかな、これでこんな感じでどうですかね。多少の刻印の差があるぐらいでバラしてみた感じでは中もねファイアリングピン周りのところ以外はほぼ一緒だと思うんですけれどもね、サイトはこんな感じですね。で金属モデルはこんな感じですかね。はい、でリアサイトはもちろんアジャスタブルでこちらももちろん一緒に動きます。ただちょっと樹脂ですからね、ちょっとスムースさにはこの個体の場合は欠けますね。はい、俺なんかこれ初めて動かしてる気がするな、あんまり綺麗に動かねえな、カチャカチャカチャなんてなんかなっちゃいますね。はい、ね、もちろん銃口はねモデルガンの方は奥にインサート、あモデルガンって樹脂の方はね、金属モデルの方はもう銃口は閉塞ということですね。でマガジンもどう見ても一緒と、これ分かんなくならないようにしないとな、ほらね一緒ですね。はい、こ
これは分かんなくならないようにしまって、でね、あの発火するんでね、まずカートをいっぱい買い込んだんですけれどもね、これがよくね、あの流通在庫が切れることがありましてね、もう見つけた時には買っておくというような形で、ここに5個でしょ、であと、10個、これはもう発火したんで、あのビニール袋に入った状態でね、別のところに、バラバラにしてね保管されております。で今回ね、ちょっと装填廃墟はね、あえてあの金属モデルについてきたねカートの方でね遊んでみたいなと思います。ついでにせっかくだからクリップも借りようかな。樹脂モデルの場合はね、クリップはねちょっとね怖いんですよね、こう削れちゃいそうでね。でもまあね、あのもう発火してる個体なんで、もうなんか遊び尽くして共に汗を流す中で仲良くしていこうっていう感じですね。こいつはどちらかというとね、大事に大事にね箱に入れてしまわれていると。で彼はねもうガンガンね、ああでもないこうでもないとね試され、ただその代わりね発火してる分たくさんね洗ってあげてますからね。でまあこういう状態にしましてと、でこのまま素直には刺さらないんで、ちょいね引いてあげないとダメなんですね。でグイッと入りましたね。で入ったところでパシッとこんな感じですね、入りましたね。で一発目装填ということですね。でパン打ちましたと。おお勢いいや、はい、なんてね、実は発火用に結構調整しましたんでね、エキストラクターとかね、わっちょ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 、思いっきりこれはね、今あの私の顔面を狙ってきます。なかなかやる気のあるやつですよね。パンパンカチャッとね、どうでしょう、発火させるとねこう調子よくはいかないんですけどね、あのカートのね、なんていうのかな、飛びはいいですよ、結構パカーンっていう感じでね、間違ってもね顔に食らったのは一発ぐらいしかないかな。あとはまあちょっと恥をさらしちゃえばね、その動画もアップしようかな。こう引いてみるとこんな感じですね。ね。あの不発、その装填不良があって、でこう指でねやっちゃいけないんですけどね、ちょっとクッと押したらね発火しやがってね、親指グワッと持ってかれてねやられましたね。突き指っぽくなりました。なかなかねワイルドなやつですよ。はい、木栗もなんか渋めでいいでしょう。で結局モゼルっていうのはこのやっぱりね、もうまるでライフルかのようなこの装填方法が楽しめるっていうのがやっぱり魅力なんで、このクリップはね欠かせないですよね。でカートリッジ自体の長さも結構あるんで、モデルガンのカートとはいえ雰囲気もまあ十分っていう感じでね、もう一回遊んでみましょうか。これがね実銃はどうなんだろう、これ本当思いっきり押し込み入るのかな、あんまりやりたくないなね。シャカシャカっとっていう感じですね。奥まで入れてパシャンと、どうでしょう、なかなかスムーズでしょ。これでね発火もこの調子で言ってくれれば何の問題もないんですけどね、残念ながらなかなかそうも言ってない実情でございます。はい、マガジンもねあと3つぐらいあるんで、いろいろとね取り替えてみたんですけどね、どれも同じような結果でしたね。結果としてね、あのマガジンがいくつもねこうやってね、あのちょっと錆びてしまった状態でね、こうマガジンだけがこう増えていくみたいなね、だいたいこのマガジンはどっから来たマガジンだったんだろうみたいなね、もう自分でもあの忘却の彼方にあるようなね。というのもこのキットモデル随分変えましたからね、これもね、これはね自分で組んだやつじゃないと思うんですよね。素性がねよくわからないものがうちには結構あるんでね、それもまたご愛嬌でね、ちょっとついでにこっちもちょっとクリップで遊んでみようかな。金属モデルの方が調子悪かったらあんまりにかっこ悪いですよね。何やってんだお前、金属モデルのくせにって言われちゃうよ。
ね、やっぱり同じだな、ちょい引かないと。ガチャッといきます。あ、なんか調子いいな、こいつもなかなかやるな。うわ、すんげえ。あ、ピピピ、もうしょうがないな、判定出ちゃったな。金属モデルのはやっぱ調子いいですな、私の個体に限ってはね。ちょっと悔しいけどね。だからまあこれをね打っちゃえばもしかしたらいいのかもしれないんですけれども、どうしてもねなかなかちょっとね金属モデルの方はねむしろ脆いような気がしてね、なんかあんまり悪化する気にならないんですよ。そこ行くとね ABS 頑丈ですからね、事実どこもまだ破損してませんね。もう300発ぐらい打ってんじゃないかな、これな、もっと打ったか。はい、特にどこも壊れていません。でたまにこのねリコイルスプリングガイドがね先端がね潰れてしまうんですね。でこれをねヤスリでねキュッ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 ってね先端をね、研いであげるとね、元の状態に戻ります。はい、ちょっとね樹脂の方のね、取説がないんで金属のキットの方、これですね、ここの先端がねここが潰れるんですね、ここがね。これをねヤスリでシュッ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 ってねしてやると、いいですね。しないとねこれ抜けなくなってくるんですよ、ここからチュルって引っかかっちゃってね。ということでなかなか楽しいモーゼルの、ABS バージョンね。キットモデルなんかだとね、あのモデルガンの構造っていうかモーゼルの構造ってやっぱり、まあ、独特ですよね。分解するのがすごくこう簡単にできるとかね、そういったねさまざまなねモデルガンとしての魅力、まあ実銃として魅力があったかどうか私は分かりませんけれども、模型としての魅力はねもう満載なんでね。で樹脂でキットっていうのは比較的当時としては安価に手に入ったんで、まあ、入門してちょっとなんていうのかな、もうちょっと凝ってみようかなっていう人にとってはね最適のモデルだったんじゃないかなと思いますよね。現在この、樹脂版の方が流通しているのかどうかは分かりませんけれども、まあ、多分マルシンさんのことですからね、また出してくれるんじゃないかなっていう気がしています。これはね結構見かけますよね、流通してますよね全然ね。はい、でどうしましょう、最後にバラしますかでバラしたとこでお別れになりますけれどもね。はい、はい、前にもこちらでもやりましたけれどもね、マガジンを抜きますとね。でハンマーを起こしますと。でここのねラッチをね押して、押しながらこのユニットを引っ張り出しますと。よいしょ、はい、そうすると、あ、ちょっとこいつ溶けてて危ないや、ジュルジュルジュルっと中が出てくるわけです。ジュルジュルジュルっとこうやってね、はいはい、ジュルジュルジュルっとね。で気をつけなきゃいけないのはこっち側ね、もう一発でポンと飛んじゃいますんでね、この辺ねちょっと気をつけてね。どうでしょう、この辺のユニットはもう金属モデルとほぼ似てるんじゃないでしょうかね。私も比べたことないから、ついでだからやっちゃおうか、こいつも。あ、ごめんごめんごめん、ジュルジュルジュルっと、よいしょ、うん、ちょっと待ってね、あれ、これこの間バラしたよね、こいつじゃなかったっけ。よいしょ、はい、うわ、なんかね金属モデルの方が組みにくかった気がするな。よいしょ、はい、どうでしょう。ねこちらがね、ABS モデルですね。 ABS モデルで、こちらがね金属モデルですね。ほらね、多分材質多少違うのかもしれませんけれども、基本的に構造は全く一緒にできてるってことですよね。リアルですね、非常に。こっち側はこう、はいね、全く一緒じゃないかなと
思います。形状的にはね、はい、あ、どっちがどっちか分かんない、あ、こっちが ABS ね、はい、分かりました。ということでね、なんかこうバラバラになっちゃった状態でのねお別れになりますけれども、まあ、こんな感じでね、モーゼル、あ、レシーバーもお見せしとこうか。レシーバーの背面はもうこれも一緒です。この先端だけ違いますよ、多少ね、あと全部一緒ですよね。造形上いろいろね、こう四角くね、型取ったりとかっていうのがありますけれども、もうほとんどだから、どっちかで習熟してれば分解組み立ては全く同じようにできますんでね、その辺はね楽しめると思います。ということでね、バラバラ状態でお別れになりますけれども、今回は、マルシンのモーゼル712モデルガン ABS モデルの方をご紹介いたしました。ではまた。